ヤースナ・ポリアーナのトルストイの屋敷、トルストイの墓所ヤースナ・ヤ・ポリアーナ参照である。ヤースナ・ヤ・ポリアーナは16世紀末以来このような形で存続している。作家、トルストイの母方の祖父のあたり、かつてエカチェリーナ2世紀の時代に高級の高官を務めたニコライ・セルデービチ、バルコンスキーがここを所有し、公職を辞してから1821年に没するまで、 ここで静かな寄生を送った。軍籍に身を置いていたトルストイの父はナポレオン戦争からの帰還後にバルコンスキーの娘マリアと結婚、この地を新居とした。ここでトルストイは幼少の頃に産後の日立ちから母を失うが、トルストイらの養育を手助けしてくれる親戚や肉親に育まれながらこの地で成長した。領地には二つの検問所のある正門から入っていく。 白樺の並木通りを通って本宅に入っていくようになっていたが、この建物は現在ではもはや存在しない。トルストイの父親は、この領地に3つの沼地のあるイギリス風の庭園を増設した。レフトルストイはこの領地を18歳で相続した。領地には、当時、1800ヘクタールの土地と3つの村、そして300人の農度がいた。 この300人というのは、労働のできる年齢の男性のみの数である。トルストイのかなり浪費的な生活の変遷で、21歳になるまで、その相続財産の大部分を使い果たしてしまった。まず村々が売られた。彼が27歳で、高カサス戦争から戻ってきた後、彼は隣接した建物に、農民のための学校を設立した。 それの運営資金に充てるため本宅も売り払われた。彼は、ヤースナポリアーナの質素な墓所に埋葬されている。彼は、教会からは破門されていたためである。博物館には、作家の蔵書2万二千冊を収めた、図書室をはじめとして様々な私物や家具調度の類がある。トルストイがかの文学的記念碑、戦争と平和、 あんな華麗に名を執筆したそのままになっている。博物館には、作家の屋敷の他に、農夫の子供たちのために、彼が設立した学校、トルストイの墓地を含む公園などがある。第二次世界大戦の間は、この辞書は、ドイツ軍に占拠され、荒らされた。しかし、最も貴重な遺品などはそれ以前に、ソビエト政府が別の場所に移し保管していた。戦後、 屋敷はトルストインが生きていた頃と寸分疑わないように復元され、ヤースナやポリアーナはロシア国内で旅行者に非常に魅力的なツアースポットとして今も存在している。ヤースナ・ポリアーナの食堂、ありがとうございます。